おはろばんは、せつです。サイコブレイク第3話続きをプレイしていきます。操作方法忘れちゃったよ。長らくやっていなかったからね。ちょっとここの周りをね、探索していなかったから。1100ポイントあるよ。何か強化できればいいが。アビリティ？ウェポン、ストック。所持、アビリティは？ライフ、これいいな、全力疾走。回復力か。でも1000、全然足りないんだよね。ここら辺はいけるね。手榴弾。とりあえずいっかな。まだ。よし。他に探索できるものは？入れない。この辺は何もないかな。よし、じゃあ行こう。ただいま。嫌な現実世界だ。さて、どこに行けばいいんだ？ランタンは違う。こうか。誰か、待て。あれ、レスリー？あ、レスリーだ。待て。R1 からの、待て、ライト消して。しゃがんで近づいて、おやすみ。よし。大したことないな。なんだこれは。回復薬。注射器。中程度の回復。ただし、ね、中身が何なのかわからない。蹴り破ったよ。レスリー待つんだ。アクション。よいしょ。俺は何もしない。協力しよう。すぐ疲れるな。カステラ刑事。もう今度かカステラ刑事ね。言いにくいもん、カステアンス。どうした？おい、ここの住人か。ここがどこか。私はもうダメだ。待て、これあかんやないの。ビン。よし。正気だったな、でも。一時は。とりあえずビン拾って、あいつらの行動パターンがわからないな。あの小屋の中、あの小屋っぽい中にね、入りたいんだが、あっちに、よいしょ。いけ。あれ、あともう一体は？いないかな？今のうちに。音。音について。ドア上げ、大きな音。あ、やばい。やばいな。それは。蹴破ったらダメだな。何もないか？
これマッチだ。あー 5本までか。燃やしとこう。よし、これは暖炉か。あ、注射器、そこいるんじゃない？大丈夫か。ここは隠れれることができる。それだけかな。あ、仕掛けがある。トラップだな。よし、トラップ解除。そしてやつがいると思うから。あれ、どこ行った。え、どこいる。あ、いるね。こっそり近づいてスニークキル。おー、こっち来た。やば、早く向こう。あ、こっち来る。待って、これ見つかった。俺もしかして見つかってるやつや。これ隠れようか。だいぶ見つかってたけど、これ隠れれるんだね。大丈夫か。逃げ切れるかな。戦いたくないんだよね。あ、外いるじゃん。行ったか。やっぱもう一体いたんやな。よし、後ろからこっそり近づいて。貴様の終わりだ。貴様の終わりだって。あ、全然ね、こう言葉が思いつかなかった。貴様の悪事もここまでだ。まだ何もしてないと思うけどね。寝てて。よし、2体だけだろ。アイテムが他に、あー、もう一人いるな。チェックポイントだ。何か使いそうなものはないか。こっちから大丈夫。なんかね、ちょっとバイオ4やってる感覚だよね。若干村人チックだもんね。ガナードっていうか、あのなんか巡回してるやつがいて、てか門番か。こっちから行くのちょっと厳しいんじゃないか。瓶があればいいんだけど。あいつが、ちょっと待てよ、見えないな。いけるか。よし、スニークキル。オッケー。そして門番がいるから、門番はどうやって行こうか。こっち側から回っていけるかな。あ、なんかちょっと別の場所に。やば、見つかったかな。あ、いや、見失ったんじゃない。大丈夫じゃない。大丈夫かな。見失ってくれ。オッケーオッケー。そのまま後ろから俺が近づいて。ちょっと見つかったね、普通に。どうしよう、上がってここ行って、隠れれる場所。あったあったあった、ここだ。よし、
後ろから近づいてスニークキル。どうだ、気づかれまい。よっしゃ、ここまで来たぞ。なんかあいつ倒したらね、こう松明をもらえたからね、ランダムにアイテムを落としてくれるみたいですね。さっきはハンドガンの弾だったけど。さ、ガチャ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 っと解除して OK。 結構やっぱ慎重に行かないとやばいねこれ。あ、脳みそポイントとハンドガンの弾、いいね。あとは何もないかな。燃やせる、あ、やべ、落としちゃった。松明結構強いんじゃないの。さて、あの門番はどうやって攻略しようか。こっち裏側から、いけるかな。俺も松明持ってるからね。あ、これ投げれることはできないな。でも向こう、よいしょ、 OKOKOK。 うわ、松明めっちゃ強い、やば。松明最強じゃんこれ。一発で燃えた。ああなるほどね、これ松明最強ゲーか。あ、マッチ拾えない、弾そんだけかな。あ、やべえな、これ松明ちょっと活用していかないとね。ちょっと待って、トラップあるよ、トラバサミがあるじゃん。あ、やばいやばいやばい。松明持ってるの気づかれるんじゃないかなと思うんだよね。早く向こう向けよ。あ、ここからでも解除できる。オッケーオッケーオッケー。あいつこっち向きそう。あー、危ねえ。こっちから行けるんじゃないかな。このトラップを解除したい。あれ？解除できないの？ OK、 こっちか。よし、やばいな、ちょっと回復しといた方がいいのかな。違う、これを、あ、 OKOK、 これで、あー、なるほどね。これで多分1回の爆発じゃで、1回の爆発でも耐えれるようになったと思うよ多分。こっち側は、あ、瓶がある。松明も捨てがたいけどね。あ、なんだ、あ、マジビビった今。気づかねえって。くそ、こんなとこにあったのか。あいつは気づいてないな。気づかれたね。逃げて。あっ、あ、ここに隠れる、隠れる。あれ、あ、来た。お、脳みそ。あ、どこ？あ、いた。うわ、2体もいる。待って待って。ちょっと待って。俺の松明どこ行った？待って待って待って。松明がない。
タイム、あ、なんかあった。なんかあったけど、なんだ。あいつ引っかかってんじゃねえか。あいつ引っかかってるな。あ、脳みそだ。あいつ引っかかってるな。今のうちにこれ。後ろから。よいしょお前引っかかるかそこで。まあ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 、そういうこともあるよね。人生何が起こるかわからん。いや、化け物性っていうのか、こういうのは。もう一体いたよな。先へ急ごうか。あ、いる。いるなぁ。松明欲しいな。瓶でやばっす。あれ見つかった。難しくないか。バレてる。やめて、やめてくれ。よし、殴って、殴って、殴り倒す。殴れ。いや、わか、めっちゃ強。ちょっと待って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 、めっちゃ強くない？あんためっちゃ強い。あはー、あかん。ちょっと待って、あぶ。よし、燃やす、この野郎。オッケー。あ、めっちゃ痛い。回復しといて。やばいな、近接攻撃はあんまり当てにならない。よし、オッケー。脳みそだけかな。トラバサミが怖いんな。あ、やば、ここあるじゃん。危ねえ、また死ぬとこだったよ。もう爆死だけは嫌だからね。よし、こんだけかな。体力めっちゃ削られたな。はい。え、ちょっと急いで。あともうちょい。 OK、 待っててくれた、ありがとう、心優しい方々。あ、閉まったんだね、チェックポイント。よし。あ、じゃあちょっとね、早いと思いますが、ここで、一旦終わりたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回、第4話お楽しみにしていてください。それじゃあまたね。